の時間をちょっと共有してもらえるというか、お裾分けできる、ちょっとうまくなった気持ちになれる。すごく本当にもう嬉しいのと、あと自分の撮った写真を誰かに見てほしいって思う気持ちがデータの時といざこうやってフォトブックとして形になってみてとで全然変わりました。自分一人の思い出だったものが誰もが手に取って見ることができる形になったっていうのがすごく嬉しくて、このフォトブックの形だとお店で可愛いものを見つけた時ぐらいの気持ちでね、見てみたいなで見てこれ良くないぐらいの気持ちで見せられるので、見てもらってる間にこれどこで撮ったのとか会話も始まるので、一緒に見てもらいながら旅の時間をちょっと共有してもらえるというか、お裾分けできる。1枚目がこの大きくしてるバザールの中で見つけたトルコのチャイグラスの写真です。バザール自体が中に数百軒とかお店が、あ、もう本当ひしめく魅力的な場所だったんですけど、その中でもこの装飾がすごく綺麗なチャイグラスのお店があって、この1枚を撮りました。2つ目がこの見開きのこのページが気に入ってます。これはボドルムっていうエーゲ海に面したビーチリゾートですねの街で撮った写真なんですけど、でも冬だったので全然あのお客さんいなくてでも思い描いてたエーゲ海の陽気な日差しというか、あのなんとも明るい気持ちにしてくれるこう日光みたいなものがすごく素敵な街だったので選んでみました。サービス使う前は手続きが難しそうみたいなイメージが正直ありまして、でもあのあらかじめテンプレートが用意されてるので半分自動でできるみたいな感覚だったので、すごく作りやすいし、私の周りに旅が好きで写真が好きでっていう友人たくさんいるので、ことあるごとに布教したいなって思うぐらい楽しく作れるなっていう印象になりました。すごくうぬぼれたことを言うと、自分の写真いい感じじゃないっていう気持ちになれるプリントされたこの紙質っていうんですかね、厚みがあるし綺麗だし、ちょっとうまくなった気持ちになれるこう自信がつくというか、自分の写真をより好きになれるんじゃないかなと思います。まだちょっと届いて日が浅いので、結構こう飾る前に何度も自分で手元に置いてちょっと見返しちゃってるんですけど、気持ちが落ち着いたら旅先で買ってきたものを集めてるコーナーに飾ったりとか、あともう表紙もしっかりこう写真が入っているので、あの絵とか写真を飾る代わりにこれをドンと置くみたいな風にしても可愛いのかなと思ってます。この真四角の形なのがすごいいいなって思って、気軽というかちょっと雑貨っぽいというか、重々しく本ですよっていうよりは飾ってても可愛い形なので、それがいっぱいあるのってすごくいっぱい並んでたら可愛いんじゃないかなっていう気持ちが、野望ができました